画面の前の皆様こんにちは、2016年ハッピーニューイヤーということでね、明けましておめでとうございます。とうとうね2016年になりましたね。いやー早かったですよ。2015年が私にとってはねかなりの速度で過ぎていった感じがしますね。まあ2015年にねもういろんなことがあってね、いい出会いがねたくさんありましたね。でいろんなことにチャレンジしたということでね、まあまあ、結果はどうあれ、すごくこう充実した年になりました。去年はねやりたいことをとにかくやるっていうね、今年はねこうまとまってねもう少しねテクニカルな部分を伸ばしていきたいかななんて、ね、思ってねこういろいろ編集ソフトだったりなんだったりこう新しい技術の方に手を出したりしてますね。まあまあそんなわけでねゲーム実況はまた趣味の一つではあるんですが、こちらねまたねやっていきたいと思いますのでね、今年も何卒どうぞよろしくお願いいたしますと。で今回ねまあやっていきますのはこのハッピーホイールなんだけど、トゥデイでね1月1日にで更新されたマップの方を検索してみたんですよ。するとね、こういう風に2016年なんだっていうようなねマップを作ってる人もいるみたいですね。こちらの方やっていきましょうじゃないかと思います。おいおいちょっと待って It's don't move 全自動おじいちゃん。これ私じいちゃんだよ。これ私でしょうね。もうここにいるのがちょっと未来の私かもしれない。まあハゲ上がっちゃってね。でも最近みんなで集まった時と髪の話とかが多いんで髪薄くなってきたみたいな、前の方がちょっとみたいなとかねそういう話多いんですよ。かくいう私もねそういった髪大終わりなのかよそこ。もう何にもないよ。全自動のものでもないですよ。ハッピーニューイヤーだと。わかりました。いやほんとめでたいんでねこういうのでもねまあまあまあやっていきたいかなと思いますよ。いや何もやってないんだけどね。これ何だったんだろうね。今日アップされたこれ忍者っていうのをやってみましょうか。忍者といったら日本だから、ウォーリアー、チルドレン子供たち、ただね私もこの一時のパパですよ、後ろにねいますサトシが。このサトシを守っていきたいからこういう感じですよね。人の犠牲ならずしてこの前に進むことはできない。よし子供ですらね他人の子供ですら犠牲にして自分の子供を守らなければならない時だってある。危ない。ちょっと待て。ファットマンデブも攻略していってそして普通のガイズたちも攻略していく。あれトナカイの人たちですよね。緑の人たち。危ない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 。子供の命が尽きた時点で親の命は終わりですからね。なるべく子供の命だけは守っていきますよ、これ。よし、よし。皆さん、おみくじの方はどうでしょうか？やりましたでしょうか？今回のゲーム実況で私のね、今年の運がね、差し測れる可能性がありますからね。こういうのをね、サクッといける運が必要だと思いますから。これね、前回も前々回も、私、引いたおみくじ大吉だったんですよ。いやー、なんかね、今年まだ引いてないんですけど、プレッシャーですよね。3回連続大吉出ないんじゃないかっていう、そのプレッシャーのもとね、初詣に行ってません。そのプレッシャーで、もうおみくじのプレッシャーでちょっとお腹痛いみたいな状態になってんだよね。マシンスローウィング。はいはい。これもなんかすごく評価が高まってますが。こう、いる人たちに投げつけていけと。こういう風にね。私が4本くらい。私が4本くらい食らった。ついてないね。やっぱ運がね、こういう風にね、関わってきますんで。宝くじとかもね、前は買ってたんだけど、よく。当たらないよね。あれってさ
当たったらいいんだけど。ほうほう。あ、ちょっと待って、これ結構難しいね。おい、頭にね。お、本田の人が今すっと自殺していったね。1月1日にちょっと自殺とか悲しすぎだろ。よし、あれ後ろにもいる。え、後ろにはこうでしょうか。あ、間違えた、間違えた。さあ、この後ろの人をねやらないといけない、やらなきゃいけないわけではないんだけどね。正月早々ね、うん、正月らしい食べ物は皆さん食べましたでしょうか。私はね、そば食いましたよ。そば作ってそば食いました。ちょっと鶏のこう出汁が効いたようなやつね。あとはね、それに油揚げ入れて、まあネギ入れたりしてね、食べましたね。あとエビだ、エビ天ですよ。今回はね、猿年、今年は猿年なわけじゃないですか。なので猿年みたいな、まあこう年賀状を書こうかななんて思ってるんですよね。それのな動画撮れたらななんて思ってるんですけども、ジェットフォーリング、落ちる、あ、落ちる、ハッピーボールスロー、ちょっと落ちるやってみましょうか。あ、こうベリーイージーって書いてありますけど、ここからまあ抜けていって自分の殻を破っていくということなんでしょうね。こういう風な感じでね。いや、そういうわけでもないのね。ああ、これ難しくなってくるよ、これ。おお、ハードときましたけども。これ何がハードなんでしょうか。これ、つかみながら行くっていうことなんでしょうかね。ベリーハード。はいはい。ああ。おっと、ここから。よいしょ。こう抜けていくね。よしよしよし。ベリーベリーハードときた。はあ。ほう。あ、なるほどなるほど。全然普通にいけてますけど。ベリーベリーベリーハード。この針はまずい。エクストリームのとこ、これやばいだろ。ちょっと、ここで一回本気の。あっぶねえ。ヘルメット取って、ヘルメット取ってからのゴールですわ。いや、謎すぎますね、これね。アックス VS ゾーン。ってことだね。お、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 何これ、何これ、ちょっと。はいはい。これで上で回すんですね。下でこういう風に。こんな感じですわ。おお、これは面白い。やっぱり正月早々ね、こういう風にね、むごい、グロテクスなゲームをやっていくっていうのもありですよ。頭をガチ当てやろうじゃないか。貴様の頭、こうだ。やっぱヘッドショットですからね。ゾンビにはヘッドショットですよ。おりゃー、泣き込んでいったわ。はるか上空の彼方に行きましたけど。いや、これいいな。これ面白いな。よし、これなんかすごくシンプルだったけど、めちゃめちゃ面白かったです。いや、まあそれだけなんですけどね。それだけですわ。Just do it、 Just do it っていうことでね、どういう意味なんでしょうか。そういった歌があったような気がするんだけど。よし、ゴールできない。マジか。これかなり難しいタイプか。まずちょい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 まっすぐ行きましょう。なんか昔やった記憶もあるんだけども、こっからの。おーっと、これは、まだ生きている。まだ生きている、これ。手を離して、手を離してから、いや、無理だな。これ無理だな。よし。よし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 。あー、ぐっちゃぐっちゃ。正月早々、すごいことだってる、これ。背骨が伸びきってますよ、これ。何が起きてんの？こうやって、この角度で、よし、おお、いったんじゃない、これ。あそこはもう、ほらほら、避けた、避けた。おい、ちょっと待って。危ない、危ない、危ない。これで、よし、もう半分死んでるけどな、今の。
まあまあそんなわけでですね、正月早々こんなゲームになってしまいましたけども、今年1年、どうぞよろしくお願いいたします。なんか特別なことね、何にもないんだよね。なんか雑談ラジオやってほしいみたいなこと言われてたんで、まあ、どこかでラジオ的なことをやろうかななんて思っております。うん、まあその際はね、またアップロードしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。今年1年ありがとうございます。よかったら、グッドボタンとかね、コメントとかね、どうぞよろしくお願いいたします。ベルクラでございました。皆さんの良きゲームライフ。